森田俊一君。はい、森田君。立憲民主党の森田俊一でございます。最初に午前中の後藤委員の質問の関連のところから質問させていただきたいと思っております。個人情報の取扱い保護に関しての法律と条例の関係のことについてございますけれども、ちょっと午前中の答弁確認したいと思うんですが、法律のほかにこの個人情報に関しての条例を制定するというのを想定していないというお答えだったと思うんですが、ちょっと確認をお願いできればと思います。大臣。内閣官房時澤内閣審議官。今回の個人情報保護法の改正につきましては、地域や団体によって保護水準のルール、あるいは内容が異なるべきではないというのが基本原則でございますが、条例による独自の保護措置等につきましては、地域の特性に応じて必要な場合には規定される、あるいはその内部的なもの等ですね、必要なものは定めることができるものでございます。ですから、全然定めることができないというものではないというふうにご理解いただければと思います。森田俊一君。ということは、想定されるということでよろしいんでしょうか、確認ですが。大臣平井大臣。今、事務方から話したとおり、基本的にその考えて、その法律を超えて、条例が自由に、例えば、その個人情報の保護を緩めたりとかできるはずがないということで、想定してないということをお話ししたつもりでおります。森田君。そうしましたら、いろいろ今、自治体の中でこの個人情報に関する条例が定められておりますけど、例えば目的のところですよね。保護というところから一歩踏み込んで、今までも昨日も参考人の方のお話に出てましたけれども、自己情報コントロール権といったような、権利規定をですね、その一番冒頭のところにこう盛り込んだ条例を制定していたり、あるいは自治体によっては、死者の方の情報を取り扱うというようなこともしておりますし、また情報保護の観点から、オンラインでの結合をですね、接続を制限すると、こういったようなことですとか、いろいろとそう、こういうことを関連してですね、自治体の方でも個人情報の取り扱いに対しての議論を深めていって、しかもその蓄積をしているというところがあると思いますが、やっぱりその地方自治のこの尊重という意味からもですね、こういった今までのその取り組みというものをいわばその深めていくことによって、国の方にもゆくゆくはそういったものをまたですね、深まったものを反映していくということも必要だと思いますけれども、例えばこういうことをやりたいと思ったときに、自治体がこういう条例を作りたいんだと、で、今ある条例に、法律が今度入ってきてですね、法律のほかに上乗せだとか横出しだとか、これ、いろいろ今までもこの条例に関するいろんなその蓄積がありますけれども、こういったものをしたいんだと言ったときの国の対応というのはどうなるんでしょうか、大臣。平井大臣。現行の地方公共団体の条例の規定は、基本的には改正法の施行までに一旦そのリセットしていただくことになり、独自の保護措置として存置する規定等については、改めて規定していただくことになると思います。その際、現行の地方公共団体の条例のその規定のうち、改正案の施行後も独自の保護措置として規定を置くことが想定される事項については、その改正案の中で明文の規定を置いております。ちょっと詳細について少しだけ参考人に説明させてください。内閣官房時澤内閣審議官。現在、法律案の中におきまして、具体的に明文の規定で条例を定め、条例の中で取り込むことができるものは、いくつかございまして、例えば、条例に入る個人情報の内容でありますとか、個人情報取扱事務登録簿の作成、公表にかかるものでありますとか、本人開示等請求における不開示情報の範囲でございますとか、本人開示等請求における手数料、そして本人開示請求の
手続き、審議会等の諮問、これはすでに法律の中で条例で定めるということができるというふうにされております。そのほか、明文の規定はないんですけれども、例えば法の実施のための催促でありますとか、団体内部の手続きでありますとか、法的効力を伴えない理念的事項でありますとか、個人保護以外の観点から定められる事項。こういったものにつきましては条例で定められることが、条例で定めることができるものでございます。先ほど例示として挙げられました、例えばその目的規定、自己情報コントロール検討につきましては、それが具体的な法的効力を伴わない理念的な事項であれば、それは規定が置くことができるというふうに考えております。例えば死者の情報につきましては、死者は個人情報は生存するものということでございますので、死者に関する情報を条例で個人情報に追加することはできないわけでありますが、例えばその災害等で亡くなった方の情報の取り扱いについて、遺族感情の尊重の観点から、個人情報とは別の観点から定めると、条例で定めるというのはできるというふうに考えております。あとはその、先ほどオンライン結論制限につきましては、これはもう全体的にオンライン、オフラインを問わず安全配慮をしますので、オンラインにつきましては今回規定を設けておりません。ということは、それはオンラインにつきましては、すべてオンライン結論制限というのは、これは法律上、条例で上乗せをして、はできないというふうに整理をしているところでございます。細かいことでありましたら、またお答えさせていただきたいと思います。森田君。そうしましたらですね、こう今挙げたような例を含めて、その条例を制定する場合にはですね、その独自 の, その、上乗せなり横なしなりということでやる場合には、あらかじめ国と協議、相談、連絡等を行わなければならないんでしょうか。あらかじめ協議を行わなければ。内閣官房、時沢内閣審議官。条例の制定に関する義務でございます。これは条例制定後の想定後、個人情報保護委員会の届け出ということが規定されております。制定前に事前に国との協議というのは不要でございまして、事後に届け出をしていただければ結構でございます。森田俊一君。はい、確認ですが、そうすると、その個人情報の取り扱いに対して、今までのようなことで、自治体が独自のことを盛り込めるということでよろしいんでしょうか。大臣、確認をお願いします。内閣官房と記者、平井大臣、どうぞ。先ほどお話を、例えば個人情報 の, その範囲等々に関して言えば、これは法律の枠の中でということになると思います。ですから、先ほどお話があったとおり、死者の情報は個人情報に入らないので、個人情報保護法のとはまた関係なく条例で定めていただくということで、あくまでも基本的にはやっぱりその 法律の枠内で条例を定めていただくということだと思います。森田君。分かりました。これから具体的にその条例を廃止したりとかですね、あるいはその新しいものを作ったりということが出てくると思います。いろいろとその Q&A もこれから整えられることだと思いますが、ぜひ具体的な今あるものに、要するにこう法律が今度新しいものに突っ込んでいくわけですから、そこの自治体の方たちがですね、今まで積み上げてきたものというものをぜひ尊重していただいて、将来に向けてのまた議論が深められるような地盤というものをですね、作っていただきたいなというふうに思っております。それから個人情報保護委員会の権限についてお伺いしたいと思いますが、先ほど LINE の問題がございまして、立ち入り検査あるいは命令といったお話も出てきました。でこれ行政機関に対しての立ち入り検査あるいは命令といったものはできないのは何ででしょうか。大臣。内閣官房と記者は内閣審議官。個人情報保護委員会は職権行使につきまして高度の独立性を有する機関ではございますけれども、我が国の行政組織上の行政組織の体系上は内閣府の外局でございまして、内閣の下他の行政組織行政機関と基本的に対等の立場にございます。従いまして個人情報保護委員会と他の行政機関とは上下
の指揮命令関係にはございません。このため、個人情報保護委員会が他の行政機関に対して法的拘束力のある命令を行うことは、我が国の行政組織の基本的な体系と整合しないと考えられるところでございます。で、改正案におきましては、個人情報保護委員会は他の行政機関に対して勧告権を持つというふうこととしております。この勧告は法的拘束力を持つものではございませんが、独立規制機関の意見として当然に尊重されることが予定されておりまして、行政機関が勧告に従わないということは通常は想定されないと考えております。立ち入り検査につきましても、個人情報保護委員会と他の行政機関とが、先ほど申し上げましたように上下、上級下級の指揮命令監督関係、指揮命令関係にないことを踏まえまして、拒否に対して罰則の課される立ち入り検査というものではなくて、罰則による担保のない実地検査を認めるということとしているものでございます。森田君。それでは大臣、確認ですが、重大なミス、トラブルが行政機関の中で発生した場合には、どのようになるんでしょうか。平井大臣。例えばですね、故意に個人情報の漏洩等を行った場合の罰則に関しては、行政機関の職員に対しては、民間事業者よりも重い罰則が課されることとなっているなど、要するに、改正法案全体を見た場合にはですね、行政機関に対する規制の方が民間より弱いというふうにはなっていないと考えます。森田君。いろいろとですね、後でまたセキュリティじゃなくて、文書の改ざんですとか、破棄等についても、お尋ねしたいと思っておりますが、ぜひ情報を扱うということについては、民間も行政もなくですね、非常に重たいものだというふうに思っておりますので、お取り計らいをお願いしたいというふうに考えております。ご同意の関連質問については、以上で終わらせていただきまして、先日、本会議で質疑をさせていただきましたときに、いろいろ総理にもご答弁いただいたということも含めて、その関連の質問という形で進めさせていただければと思っております。まず今回のですね、デジタル化の一番の目的というのが、国民の幸せ、幸福にあるということで、これ、総理に先日もお伺いしたわけですけれども。この前の質疑を伺っていると、平井大臣はですね、やっぱりそのデジタルにできることはデジタルにやってもらって、でその余ったところのですね、人手を、例えば他のやっぱり人でなければできないようなところにこう集中してこう投下していくというようなお話がございました。で、大臣に伺いたいのは、これはなんていうんでしょうね、国民の皆様にこれから、デジタル社会というのはこうですよということをいろんな場面でご説明をいただくようなところがあると思うんですが、例えば銀行の窓口なんかを見てみますと、もともとはその銀行の窓口は本当に窓口にこう人が座っていて、全部こう相対でやり取りをしていたというところから、もともと始まったと思うんですが、そこにこう ATM が出てきたりですね、それから今は重要な手段としてオンラインバンキングみたいなものも、インターネットバンキングというのも出てきていると。でその今はこう銀行の支店に入っていくと、一番最初に目につく人は、何かその、行員さんの中でもこうパートさんとか、あるいは OB のような方かなと思うようなですね、そういう嘱託の方がいらっしゃって、ご用は何でしょうかみたいな話でですね、まず最初にそういうところのこう受け答えをしていただいて、じゃあこれ ATM でできますねとか、あるいはその窓口行って番号を取ってくださいとかですね、そんなお話が出てまいりますけれども、今市役所、昨日私地元の熊谷市役所行ってきて、もう一回何が入ってるかなと思って改めて見てきたんですけれども、市民課の窓口があって、要するにその住民票のこう受け渡しとかですね、引っ越したとか、あるいはその隣には年金課があってですね、その隣にこう水筒のこう窓口があったりして、そんなこう組み立てになっておりまして、これもですね、おそらくはいろんなものがその
データ上でやり取りできるようになると、オンラインでやり取りができるようになると、まずその目に見える風景というのが変わってくるんじゃないかなと思ってます。まあ、例えば、まあ、ホテルで言えばコンシェルジュみたいなですね、お客様ご相談係、市民ご相談係みたいな人が何人かこういてくれて、どんなご用ですかって聞いて、そこからその誘導案内をしてもらえるとかですね、そのあっちの階に行ってください、こっちの階に、今いらっしゃる方は多分単なる案内係だと思うんですけども、そうではなくて、ご相談係というような方が何人かいていただいて、ありとあらゆるところにこう熟知したような方がですね、誘導していただけると、まあ、こんなようになってくるっていう、まあ、未来像というかですね、まあ、そういった形も出てくるんじゃないかなと思いますけども、ぜひ大臣のこう今までのご経験の中でですね、こういうところがこういうふうに変わるだろうというような、まあ、こう具体例がありましたら、ぜひご披露いただけると思います。平井大臣。今回、まあ、去年ですね、やっぱりコロナ禍で人がやっぱり外に出られない、接触できないというような状況の中で、やっぱりデジタル化をもっと進めておけばよかったというのはあります。ですから、まあ、わざわざ、その窓口に足を運ばなくても、自分のやりたいことがやれるというのが一つだし、これはまあ官民挙げて、多分そういうことだと思います。で、結局その、今回はコロナ禍で人と人というものが接触するのがやっぱり避けなきゃいかんということのデジタル化だったんですけど、日本はやっぱり高齢化もどんどん進んでいるので、高齢者の方々にわざわざ足を運んでいただく必要があるのかというようなことも考えていかなきゃいけないと思います。だそういう意味で誰一人取り残さない人に優しいデジタル化というのは、まあ、そういうきめ細やかな一人一人のニーズに合ったサービスを実現できることが幸せにつながるだろうと考えて我々が掲げたことです。で、まあ、これからまたデジタルネイティブの世代がどんどん世の中の中心になってくるわけ で24時間スマートフォンで使いやすいインターフェースを通じて、まあ、さっきもお話ししましたけど、できれば一つの手続きは60秒以内で完結するぐらいインターフェースをちゃんとやっていきたいと、まあ、7時間もかかったらもうえらいことになりますんで、まあそう思っておりますし、もう一つはやっぱり地方自治体とか教育現場もそうだと思うんですけれども、そこで働く職員とか先生方の仕事も楽になる。そのことによって対面でマンツーマンで相談に乗ったり、ハイタッチなサービスができるっていう、そういう人たちがそっちに向けられるっていうのは、まさに人に優しいデジタル化ということではないかと思います。まあ、ですから行政というのは国民の生活を良くするためのサービスをユーザーたる国民、住民の目線で提供する主体であって、でこの提供するサービスについて技術の進展や社会課題に柔軟に対応して迅速かつ不断に改善を重ねていくという存在だと、その国民にイメージしていただけるように努力をしなければならないんだろうと考えています。森田君。デジタル的に言うとこうプッシュ型のなんていうお話をしますけれども、まあ、昔で言えばですね、三河屋さんが御用伺いをして、お酒なりみりんなり醤油なりっていうのをこう各家庭に届けるみたいなですね、まあ、それはまあ、今風に言えばやっぱりプッシュ型のですね、困っている方にかゆいところに手が届くと、情報がわからない方にどうやってこちらからお困りごとはないですかと、トラブルないですかということが、こちらからアプローチできるということも大事なことだと思っておりまして、まあ、そういった意味ではデジタルにできることはデジタルで、余った人的資源というものをぜひそういった行政サービスにですね、こちらから困った方に手を差し伸べていくというような形で、できるようにですね、ぜひ大臣の方からもいろんな省庁との連携を図っていただきたいなと思っています。で今回のこの内閣委員会の議論がですね、こうずっと、まあ、本会議からそうですけども続いている中で、圧倒的にやっぱりカタカナが多いっていうかですね、やっぱりもうこれ聞いてるだけで嫌になっちゃうっていう方がいるんじゃないかなと思うぐらいいらっしゃいまして、まあ午前中の話聞いてたけども、マイナポータルだとか、セキュリティ、ガバナンス、UI、UX、ユーザーフレンドリーとかですね、ベンダーとかって、何か他の言い方もできるんじゃないかと思うような言葉まで、なぜかカタカナ語に置き換わってしまっていて、非常に議論もこう関係
あるとか興味がある人にはすごくこうなんか深い話をしてるんだけども、なんか それ以外の方には本当にその興味をまず失ってしまうようなですね、まあ、議論がなされてしまっているということもありまして、まあ、利用者目線、まあ、この IT とかデジタルに強い方も弱い方もぜひ、まあ、いろんな議論ができるようにまずそのスタジオを用意しなくちゃなというふうに、まあ、私自身は思っております。でそれからまあ、先ほど国税庁 のお話がございました。で私はですね、またちょっと後藤先生とも違って、何年か前にですね、熊谷税務署の窓口行ったら、もともとはカードを使ってこうカードリーダーに入れて補助金が出た時代がありましたよね。あれ5000円かなんか多分補助金が出た時代があって、その時に買って使ってたんですけども、ある時中 の証明、電子証明って言いましたかね、あれが切れちゃって、カードは生きてるんだけども中身が使えませんみたいな話が起こっちゃってですね、で、まあ、まあしょうがないと思ってプリントして税務署に出しに行ったっていうことがありました。でそこで帰るときに税務署の職員さんに止められてですね、これ大変でしょうから、なんだ ID とパスワード方式にしてもらえば次から楽ですよって言われたんで、あそうですか、いいもの教えていただきましてって言って、それから私ID とパスワード方式でやっておりまして、なんかこう今の話を聞いていると、まあ、税務署的にはすごくこう優しいご提案をいただいたんですけども、マイナンバーカード的にはどうなんだろうというようなことがございましたが、まあ、それはそれとして置いといてですね、ハーシス のコロナウイルス のシステムの話がございまして、でこれ多分公表されている学会誌でしょうからいいんでしょうけど、港区のですね、このシステムをやってらっしゃる、これ職員さんなんでしょうかね、書いてらっしゃる方がいらっしゃって、でまあ、あれはもうシステム自体が非常にその緊急避難的に立ち上げたものだったのでしょうがないんでしょうけれども、まあ、2週間ぐらいでその施行が始まったと、でその時にこういろいろシステムのことで説明しに来てくれたりしたらしいんですけれども、まあ、とにかくその現場を見たことがないっていう人がそれを作ってたと。でその厚労省の中でもまあ、こういう時ですからどうしようもないんですけども応援部隊の方がですねこうそれを関わってて、で結局その感染症法にも知識がないので、例えばその情報入力はですね、そのじゃあ発生したその患者さんというかその感染者の方の情報をどういうふうに入力するか、でそのお医者さんがある管轄の保健所で入力するものなんですよっていうことすらその担当者が知らなかったというところから始まって、で結局その情報の入力量がですね、今までの処理してたものより100倍ぐらいこう大変なものになってしまったというような、まあ公表されている資料ですから言っちゃっていいと思うんですが、まあそういうことがあったというふうに聞いてます。でその入力を改善した提案が受け入れられたのが半年後であったというようなこともありまして、まあさっきのマイナポータルの話も含めてですけれども、やっぱりその使っている方の目線にどうやって立てるかっていうのがですね、これからデジタルが進めても、あもうめんどくさいから嫌だっていうふうに思う方が、特に初期はやっぱり多いと思うんですよね。そこでどうやってそれを食い止めて、早い段階でそのシステムの更新なりですね、改善っていうのを進めていくかっていうのが、これから国としても非常に重要なポイントになっていくかなと思っております。そのあたりのこの改善の提案のこの受け止め方とですね、この改善 その手法のこう 今のところのお考えについて、大臣からご答弁お願いできます。平井大臣。まあ、ハーシスに関しては、私が担当してたわけじゃない、厚生労働省が、まあ、評価するべきものだとは思いますが、はい、厚生労働省の、まあ、いろいろなやってる仕事というのは、地方自治体にお願いしたり、まあ、地方の保健所にお願いしたり、つまり、こっちに行って全部頭で考えてうまく完結するというようなものがないんですね。要するに現場のことが非常にあると。で一方で今回全部時間がない中でそういうシステムを作っているので、その仕事のやり方が今のままでいいのかという見直しもせず、とりあえずまあつながるようにしようということなので、まあ本来 そのデジタル化っていうことから言うと、まあ、十分な条件を揃えていなかったというふうに思います。で、結局、その国民の使い勝手が良くなるっていうこと、まあ、当然、そこに関わる人たちの使い勝手も良くならなきゃいけないので、それはもう、要するに使い勝手の良さと、
全体のシステムの設計思想なりアーキテクチャっていうものがやっぱりこう同時に最初から考えられなきゃいけないんです。だからあるシステムでその使い勝手だけ良くしようっていうのも、まあ、非常に難しいし、まあ、だから最終的に使っている人たちによってベストなものを作るということを設計するためにはもう現場の意見また国民の要望をきっちり捉えてから設計をするということだと思います。まあ、そういうものが今までやっぱり不十分だったんだろうということは私自身も感じているので、今後デジタル庁が関わっていくシステムに関してはそこにこだわりたいと思います。森田君。担当の省庁にいろんな苦情なりご提言が来る部分と、それから全体統括するデジタル庁に来る部分とはいろいろあると思うんですけども、いずれにしてもその円滑なですね、そういったその声の吸い上げというものを改善に生かしていただきたいなというふうに思います。でコロナ禍でいろんな支援がありました。定額給付金1人10万円というものだとか、あるいは企業事業者の方に対する200万円持続化給付金、200万円、100万円の持続化給付金がありました。で、あれもですね、もうしょうがない、もう緊急避難的に一律で、確実でやりましょうと、で、スピード重視ということをやったわけですけれども、ちょっとこれを検証してどうのこうのっていうことよりもですね、ちょっとこういうことが、例えば仮に10年後とか、15年後、それはいつでもいいんですが、ちょっとこう今の流れと切り離された中で、行政がデジタル化した中でやると、こういう支援策がありえたんじゃないかみたいな話をですね、ぜひご専門である平井大臣からお聞かせいただきたいと思うんですが。平井大臣。将来目指す社会像っていうのが、当然そこには出てくると思うんですけど、先生、さっきおっしゃったプッシュ型のサービスというのも、ほぼない、ちょっとぐらいはあるって感じだと思います、現状では。でもそれは要するに、その国民なりそこに住む人たちに、その一律に何かのサービスを、提供しようと思って作ってるものがほとんどです。これも民間も一緒だと思うんですよね。今まで物を作ってたくさんの人に売るから、とりあえず在庫を抱えて売ると。だけどもそこは大きくこのデジタル化によって変わってきたのは、今まではやっぱりその匿名経済、匿名だったんです。それがもうこの人にっていう、県名っていうか、表すっていう字の県名経済っていうか、そういうものに世界の潮流として変わってきているので、いろんなやっぱりそれじゃないと多分評価されない時代が来るんだろうというふうに思います。そうなるとそれに向けてそのサービスを提供していくためには、やっぱり省庁の縦割りによる部分的な最適化みたいなものでは絶対にできなくなってくるというふうに思いますし、これ今デジタル庁で取り組もうとしているのはベースレジストリーっていうこと、これは法人から言って個人もやろうと思っているんですけれども、結局相手をそのどういう状況にあるのかということが分かったら、当然それに対応した政策をきめ細やくに、だからこれはその将来の政策判断ということになるんだと思うんですが、結局特別定額給付金のようにその一律10万円、結局あれなんだかんだ言いながら1500億円ぐらいのオペレーションコストがかかったというふうに思ってますが、ああいうことをそのじゃない選択肢がおそらくその将来はあるんだろうと。ですからその人の立場に応じたサービスを要するに提供できるようなことができるようなことを可能にするのがそのデジタル技術だと考えています。森田君。オーダーメイドの支援というものができるというような、お話だったと思いますが、そのもうちょっと前の段階として、今回も私もいろいろ店事業者のところ回っている中で、
やっぱりその一律ってなかなかきついと、事業規模、まあ、中にはその助かったっていう方もいらっしゃいますし、いや、これじゃ全く足んないよっていう方もいらっしゃるので、まあ、一律ってなかなかきついんだと。で、そういう時にですね、まあ、例えばその行政が持ってる情報とすれば、まあ、所得税の関係であれば、国税庁であったりとかですね、あるいはその市民税とか、ということであれば、その自治体、あるいは法人事業税なんかは県、都道府県になると思うんですが、まあ、そういったそのいろんなその自治体だとか国が持っているその今までの経済というかですね、その家計だとか、その会社の経営状況だとか、まあ、そういったものについてのデータというものを参照することによって、例えば粗利のこのぐらいをですね、補填できるような形にしていくとか、まあ、そういった形もあり得ると思うんですが、まあ、これからその、まあ、これはもちろんその情報を持っている方の許可を得てということにはなると思うんですが、その他の省庁と の, そのいろんなその政策の中で、まあ、そういったものをこう情報を活用するということについては、大臣、どのようにお考えでしょうか。平井大臣。ワンスオンリー、ワンストップみたいなことをやっぱり考えていくためには、その当然、情報連携があってこそできるということだと思います。で、そういうことを実現するためにも、やらなければならないことが結構たくさんあるんですよね。だから、例えば法人といっても、いろんな形態の法人、個人事業主もありますよね、当然。で、そういうものをやっぱりしっかり的にちゃんとこうデジタルの世界の中に入ってもらって、そしてその他の情報と連携することによって、その適切な支援をすると。いうようなことが可能になるためには、まだまだやらなきゃいけないこともあるし、政策的に判断しなければならないこともあるだろうと思います。森田君。それからですね、まあ、先ほどちょっと申し上げましたけれども、文書 の, その改ざんとか、あるいは破棄、まあ、こういったものをデジタル上のことも含めてですね、どういうふうにこのデジタルの時代で対策として取り組んでいくかということですが、まあ、いつとは言いませんが、あったはずの文章がなくなったりとかですね、こう書いてあったはずのものが白塗りになってしまっているとかですね、まあ、こういったことが起こってしまうと、やっぱりその国民の皆様の信頼というものに応えられず、情報を結局は提供してもらうという、その基盤そのものがなくなってしまうということになるんだろうなと思います。ぜひこのデジタルの時代を踏まえてですね、この改ざんとか、破棄だとか、こういったものをどうやって防いでいくのかということについての政府の考えをお聞かせいただきたいと思います。内閣府大臣官房総合政策推進秘書、三上昭輝君。お答えいたします。公文書管理は現在と将来の国民に対する説明責任を全うするため、極めて重要な業務でございます。公文書の改ざんや不適切な廃棄、これはあってはならないものと認識しております。政府におきましては、平成30年7月の行政文書の管理の在り方等に関する閣僚会議の決定に基づきまして、決裁文書の自己修正を禁止するルールを明確化したり、あるいは文書管理の人事評価や懲戒処分への反映、各府省におけるチェック体制の整備、これは各府省に公文書管理官、いわゆる CRO を配置するなどでございますけれども、そういったさまざまな改善、充実を実施したところでございます。また情報システム面の取り組みといたしましては、例えば電子決済を修正できない仕組みを導入したり、あるいは記録用フォルダの読み取り専用化を行うといったことなどを通じまして、改ざんや不適切な廃棄がなされないように取り組んできているところでございます。でさらに行政や社会全体のデジタル化が急速に進められる中、本年1月に開催した公文書管理委員会におきまして、デジタル時代の行政文書管理の在り方について議論を始めたところでございます。改ざんや不適切な廃棄を防ぐための措置も含めまして、公文書を適正に管理していくための方策について、関係機関ともよく検討し、それを実行に移してまいりたい、このように考えております。森田君。まあ、例えばブロックチェーンの技術だとかですね、新しい技術が出てきて、不正だとか、まあ、故意の改ざんだとかって、まあ、防ぐっていう、いろんな技術も出てくるんだと思います。で、先ほどご答弁にもあったように、やっぱりその現在の私たちに対することもそうだし、将来のですね、やっぱり日本国民に対する責任というのも、これ、あると思いますので、ちょっとこのあたり、いろいろ技術にもお詳しいところで、大臣からこの文書 の, この取り扱いについて、一言いただけないでしょうか。平井大臣。まず
紙の文書のやっぱりその改ざんリスクとか、要するに誰が見たか閲覧記録が残らないとか、その紙は紙でいいところもあることは否定はしませんが、やっぱりその管理の面から言うと、やっぱりデジタルより劣る部分が非常に多いと思います。で、そのデジタル化っていうのは、いろんなやっぱりその行政のプロセスを透明化していく意味で、その、まあ、優れた、そのいつ、どこで、誰が、何を、何のためにというようなことも、ちゃんと残すことができるとしたらですね、それをちゃんとそういう、その、まあ、行政のその仕事のやり方の中で、そのお使っていただけることが望ましいと、私自身は思っています。森田君。はい、質問終わります。ありがとうございました。次に塩川哲